本宮市、戸崎ロータリー交差点本宮拡幅は、福島県にある国道4号の改良区間の一つで、ある。本宮市と郡山市の境をなす日本橋の北詰から元宮市中心部を経て、足立郡大玉村、日本松市境に至る国道4号二次改良区間の拡幅事業である。当時の足立郡元宮町内の混雑緩和のために百七十八年度に、 起点側の本宮町内6 0トルの事業化が行われ、1988年から2004年にかけ順次完成供用されていった。その中で大玉村内の区間は、県中と県北の主要都市である郡山市と福島市を結ぶ区間の中で、唯一の片側一車線区間となりより混雑が際立ち、渋滞の悪化、車線減少部分での交通事故の増加、 沿線にあるマス記念病院への救急搬送時間の悪化が問題となっていた。このことから2002年度に終点側の大玉村内2 9トルが事業延伸され、2009年3月に全線が4、車線で強用された。これにより、交通量の増加にもかかわらず、慢性的な渋滞が一掃され、事故件数が減少するなど、 郡山福島間の流動に大きな効果を表した。東区間の開通により、須賀川市から伊達郡氷町の間の国道4号は全線4車線となり、将来的には岩瀬郡鏡市町中心部から伊達郡国見町、石本までの区間が全線4車線化される予定となっているほか、宮城県白石市までの県境区間にはすでに整備されている。 都反車線以外にも、不可車線が整備され、下り線に関しては、鏡石町から宮城県境までに車線化される予定である。平日24時間交通量。ありがとうございます。